山田慶造11月30日から2020年4月2日は日本のマラソン選手。ヘルシンキオリンピック男子マラソン日本代表。現役時代の所属は、童和工業、花岡工業所。秋田県北秋田郡大竹町出身。15歳の時に、満毛開拓青少年義勇軍に志願して、中国大陸、満州国へ渡った経歴を持つ。 満州時代に2000メートルや1万メートルを走って自信をつけたことを語っている。第二次世界大戦終了後に満州から引き上げ、秋田へ帰郷してから本格的に陸上競技に取り組むようになる。1949年の第4回国民体育大会に秋田県代表として一般男子マラソンに出場し、この時に初めて42.195キロメートルの フルマラソンを走った。1952年、戦後の日本が初参加となったヘルシンキオリンピックにマラソン日本代表として出場し、25位。1953年4月20日ボストンマラソンにおいて優勝。記録は2時間18分51秒。当時世界最高記録とされた。その活躍の様子は、1954年に大英によって、 心臓破りの丘と題して映画化された。映画は、監督、木村敬吾、脚本、須崎克也、主演、値上がり厚紙である。ボストンマラソンには1953年、1957年、1975年、1976年、1995年からは、毎年出場しており、1998年から2001年は70歳以上の、 を4連覇している2003年には、ボストンマラソン優勝50年を記念して、招待選手として出場している。また、優勝年の1953年にちなみ、絶景番号1953は、永久欠番となっており、出場時には山田のみがこの番号をつけることが、許されている。2007年大会も4時間24分で7秒の、タイムで完走している。 1961年の秋田国体許可リレーの最終奏者である。2007年の秋田我が杉国体でも許可リレーの奏者となった。晩年まで各地のマラソン大会に招待選手として参加しており、その見客を披露していた。2009年7月81歳でフルマラソンから引退を表明した。故郷である秋田県大館市の名誉市民であり、 大館市では山田の功績をた,たえて毎年4月29日に山田記念ロードレース大会を実施している。2020年4月2日に死去。92歳ボーありがとうございます。